休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行します。23番柳原悟君。市民ネットクラブを代表して質問いたします。若干お断りを申し上げておきますが、喉を痛めまして、聞き取りにくい点があるかというふうに思いますが、ご容赦を願いたいというふうに思います。なるべくゆっくりと喋りたいと思います。視聴者のあり方についてお尋ねをいたします。今月10日視聴者あり方検討委員会から中間報告と題し、委員会として建設の必要性を導き出したという結果報告が市長になされました。内容的には特段驚くようなものはなく、私どもが想像した通りのもので、委員会審議は結局行政のシナリオに乗った結論を追従するだけの形式化ものになってしまったのではないかと危惧をするものであります。11月20日に委員会を発足させ、12月、2月と計3回の会議でどれほど慎重に検討がなされたのか、結局合併特例債の活用期限から逆算して作業を進めなければならないがゆえに、市民への周知も3箇所の説明会で終え、検討委員会の中間報告後に市民アンケートを実施するなど、とにかく本来やるべき手順がちぐはぐだと言わざるを得ない一連の作業は、まさに滑稽でありまして、市民不在、議会軽視そのものではないかと心配をするわけでございます。ここで誤解を招くといけませんので、断っておきますが、私どもは視聴者の建設に対して反対するものでもありませんし、新視聴者の必要性も十分理解をしていますし、岐阜市にとっても将来にわたり意義ある大きな事業だというふうに思っております。だからこそ、しっかりとした手順を踏み、説明責任を果たしていく必要があるというふうに思っているからであります。そこで、市長にはじめお尋ねをする予定にしておりましたが、市長をご就任されて12年になりますが、いつごろ、この庁舎の問題、興味戻りましたかって聞こうと思ったんですが、午前中からの答弁を見ていると非常に長くなるので、限られた時間内に、自分の質問を仕上げるのには、いささか時間がいりますので、このことは普段の発言から大体推察ができますので、割愛をさせていただきたいというふうに思います。で、今回のその検討委員会の具体的なところについて企画部長に5点お尋ねをいたします。1点目、実は3回の検討委員会が行われているんですが、その審議時間総数と、できたら委員の発言回数、あまり参考にはなりませんけど、どの程度あったのかお尋ねをしたいというふうに思います。それから2番目、新年度予算によると、視聴者のあり方検討が企画部から行政部へと変更になっています。その訳をお尋ねをしたいというふうに思います。3点目、先の中間報告によると、この検討委員会では、今後引き続き、新庁舎の機能、規模及び建設候補地について、検討を進めていく、新庁舎建設が中心市街地活性化や、岐阜市全体の発展に寄与するものとなるよう、これまでと同様に、さまざまな要素を考慮しながら、多角的な視点から慎重に議論していくということですが、こうした重要な事案を、この検討委員会に委ねられるつもりなのか、お尋ねをしたいと思います。4点目、仮に移転新築という結論になった場合、当然ながら現本庁舎や南庁舎、分庁舎の跡地利用は、移転候補地とセットで考えていかなければならないというふうに考えますが、見解をお尋ねをいたします。5点目、まちづくりという観点からも、市内中心部における公共施設の全体的な配置計画、私どもはグランドデザインと呼んでるんですが、こういうものは必要ではないかというふうに思いますが、どのような時期にそうしたものが明示されるのかお尋ねをしたいというふうに思います。2項目目です。行財政改革についてお尋ねをいたします。行財政改革は、本市にとっても、避けて通れない大きな課題であることは間違いありません。これまでにも、行財政改革大綱に基づき、一定の成果を上げてきたことは承知をしていますが、新たな行財政大綱を策定する上で、ぜひとも視点に入れるべき課題を、ここで提起をしたいというふうに思います。
二十数年前から公務員削減が行財政改革の大きな主流に位置づけられ、定員、職員定数の削減が各自治体で実施されています。一方で多様化する行政サービスになってきたのが、実は定員管理外のいわゆる非正規公務員であることはあまり知られてないのが現実であります。全国に正確なデータはありませんが、推計値として非正規公務員数は60万から70万人、割合にして自治体職員数の3人に1人が非正規公務員だと言われています。身近な公共サービスを担う公務員の非正規化が進んでいるという実態があり、またこうした人たちの不安定な働き方をしているという、指摘がなされているところでございます。本市の状況を調査をしたところ、新年度は3770名の職員定数、対前年度比1人減、対し嘱託職員数は1150名、対前年度比64名増という、全国的傾向と類似した状況にあるようであります。また正確に、人事課では把握しにくいアルバイトという職種もあるようですが、いずれにしても職員は給与、嘱託職員は報酬、アルバイトは賃金というように区別されているようですが、いずれにしても各職種間での待遇や賃金に格差があるのは明らかであります。しかし問題は、どのような部署、どのような職種で非正規化が進んでいるか、その実態を正確に把握し、適正に人の配置をしなければ、将来的に十分な公共サービスが提供できなくなる恐れがあるということの認識を持って、行財政改革が行われるかどうかという点であります。これも全国的な、ある組織のデータですが、学童指導員 92.8%、消費生活相談員 68.3%、図書館職員 67.8%、学校給食関係職員 64.1%、保育士 53.9% と、いわゆる子育てや消費問題を扱う職種で非正規化が5割を超えているという数値データもあります。そこで行政部長にお尋ねをいたします。1点目、本市の場合、新年度の嘱託職員の主な増加部署とその要因についてお尋ねをいたします。2点目、新たな建設が進む中央図書館の職員予定数を見ると、図書館司書の増員は正規職員1名増の2名、他の35名は嘱託や倫理職員でカバーするという計画を関係する教育委員会からお尋ねを聞きました。司書業務は図書館運営で重要な職種であることは言うまでもありませんが、立派な図書館を建設しても運営上支障が出ても困ります。無論嘱託職員を否定するものではありませんが、できるなら雇用の安定した正規職員の比率を高めるべきではないかというふうに考えますが、こうした正規職員が増加できない要因はどこにあるのかお尋ねをいたします。3点目、現在は、臨時職員の任用は直接担当部署に任されているのが実情ですが、将来的に考えれば人事当局が人事管理や職業格差是正のためにも一定のこうしたシステムに介入が必要だというふうに考えますが、見解をお尋ねをいたします。大きな項目3つ目ですね。牛市の創業支援についてお尋ねをいたします。国の経済成長戦略の一つとして、本年1月、産業競争力強化法が施行されました。地域での創業促進と中小企業の事業再生支援強化が法律の柱でありますが、とりわけ創業促進は創業者の育成によって地域格差の活性化や雇用確保を目指す重要なものだというふうに思います。本市の場合、平成15年に創業支援のために、インキュベーション施設を設置するなど、創業支援の大きな取り組みの一つとして、11年間事業を継続実施していますが、最近の施設稼働率や事業実績を見ると、十分に育成支援につながっていないように思います。確かに創業支援は難しい課題も多く存在し、目に見えるような成果が出ない現実も十分承知をしています。全国的に見ても岐阜県の開業率は 4.1%、一方廃業率は 4.0% と、
国全体の平均値 4.0%、3.18% と比較しても汎用率の確率は高く、まあ、地域的なものもあるというふうに思うんですが、独立開業はかなり難しい状況ですが、本市としても新産業育成のため、ビジネススクールや創業支援セミナー、各種補助金制度や融資制度の案内支援、さらにはインキュベーションマネージャー常駐の支援事務室を設置しています。しかし、そうした施策が十分関係者に浸透し、成果が上がっているのかが、上がっているのかが気がかりであります。新年度予算を見ても、創業支援は従来と変わらず、例年通りの同額程度の予算計上がされているだけであります。そこで商工観光部長にお尋ねをいたします。創業支援ルーム、いわゆるインキュベーションルームは、開設以来11年が経過をいたしまして、その実績や独立した開業した企業の市内定着率は、どのようになっているのかお尋ねをしたいというふうに思います。2点目、本市の創業支援体制の課題と将来構想について、どのように考えているのかお尋ねをしたいというふうに思います。大項目の4項目です。岐阜薬科大学キャンパス整備についてお尋ねをいたします。薬学の単科大学として長い歴史を誇る岐阜薬科大学は、岐阜市が設置する重要な高等教育機関であると同時に、産学連携の拠点として、本市の産業振興にも大きな役割が期待される大学であるというふうに思います。しかし、薬大も、黒野地区の議題のに隣接する場所に本部キャンパスを移転し、約4年が経過をした今、大学運営に際し、様々な課題があるように見受けられます。そこで学長に岐阜薬科大学の当面する重要な課題についてお尋ねをいたします。私は薬大のキャンパス整備については、本議場でこれまでに関連して2回質問をさせていただきました。平成23年6月には、岐阜大学との連携、さらに産学連携を視野に入れたライフサイエンス研究拠点を形成するためには、三田幌からの大学移転をはっきりと打ち出しても良いのではないかと、市長に見解を求めました。その際、市長からは、キャンパスの統合も含め、薬科大学の教育研究機能のさらなる向上の方策を検討していくことは重要な課題であるという認識とともに、こういう答弁があったというふうに記憶をしています。また昨年の9月ですが、岐阜市の重要課題検討委員会に関連して、薬大のキャンパス整備は財政当局にもしっかりと盛り込むべき課題で、財政計画にもしっかりと盛り込むべき課題ではないかと質問いたしましたが、町内関係部局で組織する岐阜薬科大学キャンパス整備検討会議で将来の統合のあり方を検討し、重要課題検討委員会で最終案をまとめ、政策会議で方向性を決定すると、決定に至るプロセスまで、明示をした形での市長からの答弁が出されたことは、記憶に新しいところであります。また、先の市長選挙では、岐阜薬科大学キャンパス統合計画の策定を、市長ご自身が選挙公約として明言をされております。いずれにしても大学全入学時代を迎え、大学間競争の激化が想定される環境の中で、学生に魅力ある教育環境を整備することは、設置者としての責務であると同時に、キャンパス整備の用地確保に少なからずとも影響を及ぼすと思われる、東海環状自動車道の岐阜インターの完成予定年度である平成32年度は、それほど遠い将来ではありません。具体的な事業計画を立てる時期に来ているというふうに考えますが、市長のご所見をお尋ねをいたします。以上で1回目の質問といたします。市長、細江茂光君。はい、議長。ただいま、岐阜薬科大学キャンパス整備についてのご質問にお答えをいたします。以前にも議員からご質問をいただきまして、お答えをしておりますが、大学のキャンパスが分散したことによりまして、教育や学生の福利厚生、および管理運営面など、さまざまな支障や不都合などが生じていること、また、三田幌キャンパス本館等は、昭和40年に建築されておりまして、築後48年を経過しているということで、近い将来の建て替えが不可避であることは、私も十分認識をしているところであります。
改めて申し上げるまでもありませんが、岐阜市が設置をする岐阜薬科大学は薬学教育のパイオニアといたしまして、全国的にも名の知られた高等教育機関でありまして、岐阜市が標榜いたします教育立志を象徴する存在でもあります。このように岐阜市にとって大変貴重な財産である薬科大学の教育研究機能の強化を図ることは当市にとって大変重要な課題であるとも考えております。こうしたことから現在関係部局で組織をいたします薬科大学キャンパス整備検討会議におきまして、敷地及び建物の位置や規模、また関連する法規制など将来の統合に向けた個別具体的な課題を整理検討しているところであります。また他方、現在岐阜市におきましてはご存じのとおり大きな財政負担を伴うメディアコスモス建設事業でありますとか、あるいは市庁舎の建て替え等早急に取り組むべき課題もありまして、これらの諸課題を着実に一つ一つ成就させていくことが肝要であるというふうに思います。従いまして、他の重要課題の緊急性や財政需要など岐阜市全体の財政状況等をも勘案しながら早期にキャンパス統合計画を策定してまいりたいと考えております。企画部長田中秀樹君。視聴者に関する5点の質問に順次お答えさせていただきます。1点目の岐阜市庁舎のあり方検討委員会の審議時間等に関してですが、同あり方検討委員会につきましては昨年11月に設置し、これまでに3回の会議を開催したところでございます。第1回の会議につきましては昨年の11月20日にハートフルスクエア G で開催いたし、11名の委員にご出席いただきました。審議時間は午後2時から4時までの2時間、委員の方々の発言回数は延べ61回でございます。第2回の会につきましては同じく昨年の12月25日、この本庁舎の大会室で開催いたし、14名の委員にご出席をいただきました。審議時間は、同じく、午後4時から6時までの2時間でございます。発言回数は延べ52回でございました。第3回の会につきましては第2回と同じく本庁舎の大会室で開催し、11名の委員にご出席をいただき、審議時間は午後6時から7時40分までの1時間40分、発言回数は延べ54回でございました。続きまして2点目の視聴者のあり方検討の事務の移管に関するご質問にお答えします。当該事務につきましてはこれまで企画部、行政部、両部において協力をして進めてきておるところでございますが、今回今後の検討内容などを勘案いたしまして、このタイミングで移管することが適切であると判断したものでございます。なお企画部につきましては引き続きあり方検討委員会に関わっていくとともに、公共施設の適正配置の観点から、庁舎を移転して建て替えることとした場合の跡地の活用を、主に担当してまいります。続きまして3点目の岐阜市庁舎のあり方検討委員会の検討事項に関するご質問にお答えします。岐阜市庁舎のあり方検討委員会につきましては新庁舎建設が必要であるとご判断いただきましたので、諮問に従い、引き続き新庁舎の機能、規模、建設候補地について検討をしていただく予定であります。なお委員会はこれまでも、ご説明申し上げましたように地震工学、あるいは都市計画等を専門とする学識経験者、市内の各界各層を代表する各種団体からご推薦をいただいた方、そして公募の市民の方々で構成されており、その設置目的につきましてはあくまでも私どもがお示しする方針や計画等に対し行政が持ち合わせていない視点から多角的に検討していただき答申していただくことであると考えております。続きまして4点目の移転新築となった場合の跡地利用に関するご質問にお答えします。先に申し上げましたように新庁舎の機能、規模、建設候補地について今後岐阜市庁舎あり方検討委員会で
検討していただく予定でありますが、これまでの委員会の会議において委員の方々から移転した場合の跡地利用は建設候補地の判断に影響を与えるという意見をいただいております。さらに先月開催いたしました市民説明会においても、多くの市民の皆様から仮に移転する場合はその跡地の活用方針や活用方法を合わせて示してほしいというご意見が寄せられました。これらの点を踏まえまして、委員会での建設候補地の検討と並行して跡地の活用方針や活用方法について検討を進めていく必要があると考えております。最後に5点目の市内中心部における公共施設の在り方についてお答えします。公共施設の在り方につきましては、議員ご指摘のとおり全体的な将来構想を持って進めていくことが必要であります。とりわけ中心市街地につきましては、その活性化が岐阜市全体の活性化につながる地域であることから、平成19年5月に第1期中心市街地活性化基本計画において、平成24年6月に同2期計画についてそれぞれ国の認定を受けております。この計画におきましては、柳瀬の町の魅力を高めると同時に柳瀬の活性化を誘導するため、岐阜駅周辺と義大学部跡地周辺のにぎわいを柳瀬に波及させ、中心市街地全体を活性化、中心市街地全体の活性化を目指すことを基本的な方針としております。また現在の庁舎を含む理大学部跡地周辺につきましては、老朽化している公共施設が集中していることから、建て替えにあたっては魅力のある施設建設を進めることによって庭園の創出を図ることが基本戦略の一つとされているところであります。仮に中核的な公共施設である庁舎が移転することになれば、中心市街地のにぎわいや人の流れに少なからず影響を及ぼすものと考えております。また市民説明会におきましても、移転した場合の中心市街地への影響を懸念する声が多く寄せられました。今後庁舎の検討を進めるにあたりましては、先に申し述べました基本戦略を十分に踏まえながら一定の方向性を示していく必要があると考えております。行政部長、松野正人君。行政サービス、職員定数の課題、人事管理のあり方についての3点のご質問にお答えいたします。本市では行政の効率化やスリム化を推進する中で、行政サービスの低下を招かないよう配慮しながら、嘱託職員をはじめ再任用職員や任期付職員など多様な任用形態の職員を積極的に活用しております。例えば嘱託職員については主に短時間の業務や専門的な資格・知識を必要とする業務、あるいは市民課などの窓口業務や清掃・昼食調理などの現業業務といったさまざまな職に従事しております。はじめに1点目の新年度の嘱託職員の増加部署とその要因についてお答えいたします。新年度の嘱託職員については、本年度と比較して64名の増員を予定しております。主な内訳といたしましては、子ども・若者総合支援センターの開設に伴う専門職の配置のために11人、清掃員・公園整備員・看護助手・保育所調理員といった現業業務の嘱託課として16人、青少年教育課が所管する留守家庭児童会の従事のために6人、特別支援学校の介助業務や学校栄養指導の従事のために4人、仮称中央図書館の開館準備のために7人などであります。次に2点目の図書館司書の職員構成についてお答えいたします。現在、
岐阜市立図書館の本館には司書資格を有した職員として正規職員2名、嘱託職員25名の合わせて27人を配置しております。嘱託職員については今後開館を予定しております仮称中央図書館が現在の図書館と比較して蔵書数をはじめ利用者や貸し出す冊数が大幅に増加することから、これまで関係部局と協議を積み重ね出資格を有した嘱託員を段階的に確保してまいりました。一方正規職員につきましてはこれまでも定期人事異動において出資格を有した職員を配置するとともに町内公募などを通して図書館業務を希望し意欲のある職員の配置に努めてまいりました。しかしながらこれまで司書資格を有した職員を専門職として採用していないことや現在事務職の正規職員のうち大学等で司書資格を取得した職員が24名にとどまっていることから正規職員の比率が低くなっております。今後平成27年度の開館に向けて新図書館の開館時間や職員の役割分担なども踏まえさらに関係部局と協議を図り正規職員と嘱託職員をバランスよく配置するよう進めてまいりたいと考えております。最後に3点目の非正規職員の人事管理についてお答えいたします。本市の非正規職員はさまざまな職務を担っておりそれぞれの勤務形態や必要となる資格などが異なっていることからより専門的な観点から採用を行う必要がありこのような職員については各部署において採用試験を実施しております。しかし非正規職員の勤務状況につきましては嘱託職員を一例に挙げますと岐阜市嘱託員設置及び勤務条件に関する要項第17条の規定に基づき年に1回人事課に報告を受けておりその評定結果により任用の更新を決定するなど適正な人事管理に努めているところでございます。また非正規職員の配置計画につきましても毎年人事課において各部と十分なヒアリングを実施しこれを決定しております。また本市は本年1月23日に総務省が主催した地方公務員の給与水準に関する調査研究会に中核市として唯一参加を求められました。それで、担当課長を出席させました。この場におきましてこれまで多くの地方自治体は普段の行財政改革に取り組んでおりその一環として業務の嘱託化を進めてきたことから国においても嘱託職員の在り方や処遇などについて統一的な調査や基準を示してもらいたいと強く意見を述べたところでございます。今後も国や他団体の状況なども注視しながら嘱託職員をはじめとする非正規職員の在り方についてさらに研究を重ねるとともに多種多様化する市民ニーズに的確に対応するため行政サービスの抵抗を招かないよう正規職員と非正規職員の役割分担を明確にし適正な職員配置や人事管理に努めてまいりたいと考えております。商工観光部長布施谷正俊君。岐阜市の創業支援策についての2点のご質問にお答えいたします。1点目のこれまでの独立開業の実績と開業企業の市内定着率でございますが本市では経済活動の活性化のための創業支援施策として平成15年4月からインキュベーション施設である創業支援ルームの運営をいたしております。現在の創業支援ルームは杉山町にございます民間所有のビルを借り上げ事業内容等の審査を合格された創業間もない方またはこれから創業しようとされる方に活動スペースを市場価格より安く提供しております。またインキュベーションマネージャーによる育成指導を受けることもできます。開設よりの11年間の実績でございますが
育成室7室の平均稼働率が約 80%、 入居された22企業のうち10企業が卒業独立しており、そのうち現在も市内で7企業が活動しておられ、延べ16人を雇用されております。またインキュベーションマネージャーに創業に関する相談を受けられた方はこれまでに470人となっており、創業支援ルームにおける創業支援事業としては一定の役割を果たしていると考えております。なお現在賃借で設けております創業支援ルームは築年数30年が経過しており、今後の在り方が課題であるとは認識しております。次に創業支援体制の課題と将来構想についてお答えいたします。議員もご紹介されましたが、国の経済成長戦略を具体化するものとして本年1月に産業競争力強化法が施行されました。国においては開業率を上げ雇用を生み出し産業の新陳代謝を進めるため、開業率を欧米並みの 10% にすることを目標に掲げております。この開業率の目標を達成するため、市区町村と支援機関が連携する創業支援の取り組みに対し、国はさまざまな特典を与える認定制度を設けられました。この創業支援事業計画の認定による特典でございますが、株式会社の設立登記にかかる登録免許税の軽減、無担保第三者保証人なしの創業関連保証枠の拡充の支援などがあります。現在岐阜市におきましてもインキュベーション事業のほか、セミナーの開催や塾の開設など創業前支援から販路開拓、人材育成までさまざまな段階で一貫して創業者を支援する内容で国へ認定申請しているところでございます。この計画によりさまざまな支援機関が個々に取り組んできたこれまでの創業支援の取り組みがより有機的、機能的に進むものと考えておりますが、今後は創業の夢を持ちながら行動を見合わせておられる潜在的創業者をいかに発掘し育成していくかが課題となるものと考えております。他都市の事例や関係支援機関の状況を踏まえながら効果的な創業支援事業の実現に取り組んでまいりたいと考えております。薬科大学学長勝野慎吾君。本学岐阜薬科大学の当面する課題についてお答えいたします。本学は大学院を持つ全国で唯一の公立の単科の薬科大学です。薬学の教育研究を通じて地域を代表し地域に貢献する大学であり続けることが本学の使命と考えています。本学の課題はこの使命を達成するための環境と条件を整備することにあります。平成18年から始まった新しい薬学教育に対応するため、全国で最初に付属薬局を開設し、本部学舎を岐阜大学医学部及び病院に隣接して新築していただきました。この環境整備は、本学の薬学教育、研究の質を高めることに非常に大きな意味がありました。新しい薬学教育は6年間が基本になっております。本学ではこの6年間を通じ、入学直後の初年次から6年次に至る一貫した薬学教育システムを特徴としています。現在第1学年から第3学年まではメタホラキャンパス、第4年次以降は本部キャンパスで教育研究を行っています。教職員の努力で2つのキャンパスに分かれての教育研究の質を維持しておりますけれども、学生教職員の負担が大きいことは事実です。また学生教職員全体でも1000人規模の本学では学生と教職員の距離が近く、運動クラブを中心としたクラブ活動も盛んです。このような大学の環境雰囲気は本学の学生の人間形成に非常に大きな意味を持つと考えておりますが、運動施設は三田原にあり学生教職員が二分しているため、この本学の特徴を維持することが難しくなっています。
2つのキャンパスに分かれて、さらに学生数が少なくなったため、メタホラキャンパスには食堂がありません。2つのキャンパスの解消は、本学の学生、教職員全体の願いであり、本学の当面する最大の課題と考えております。本学は地域、岐阜市民に支えられて、82年の歴史を刻んできました。幸い、質のいい学生が全国から集まり、力をつけて巣立ち、地域、全国、そして世界で活躍しております。教職員は高いモチベーションを持ち、教育研究に従事しております。大学の環境と条件の整備を一層進め、地域医療への貢献、産学官の連携を通じた医薬品の研究開発、薬用植物の栽培等を通じた地域おこしなどに努めてまいりたいと考えております。23番、柳原悟君。それぞれご答弁ありがとうございました。若干再質問と重要な要望をさせていただきたいというふうに思います。後先になりますが、まず薬大のキャンパス整備についてですが、市長から明確に、やらなあかんということは分かっとるということでご答弁いただきました。これは選挙公約ですので、少なからずとも4年間の在任の間にですね、何らかのアクション。例えば、私はもう当初から、この新年度にですね、調査費ぐらいには形状あるのかなというふうに思ってたんですが、全くないので、忘れられとったのかと思って心配して質問させていただきました。まあ、ぜひとも、これもスピーディーにですね、先ほど言いましたように、平成23年度に岐阜インターができると、当然ながらそれ前後して、黒野地区の地代っていうのは上がる可能性があるので、そうならないときに財政負担がならないように、きちっと調査をして進めていただきたいと思いますし、まあ、できたらこれはまあ基金、どの程度進めるかわかりませんが、基金も考えていかないと、なかなか財政事業を含めて、すごくという金が出るような状況ではないというふうに思いますので、まあ、そのことも一つ財政も含めて考えていただきたいというふうに思います。企業支援でございますが、先ほど商工観光部長が言われたとおり、なかなか実績上がらない。現在は16名の雇用に止まっているところだというふうに思いますが、一つの要因は、私はまあ当初インキュベーションルームできるときにね、ここで大丈夫なのかという話をさせてもらった覚えがあるんですが、その当時は例えば図書館に近いだとか、そして役所に近いだとか、まあいろいろルール説明を言われてですね、まあそれは当時まだ、11年前ですから、そんなにその創業支援のルームを作るというのはなかなか先進的でですね、割合とこの近隣でも含めても先進的なところでしたから、まあそれは致し方ないかなと思ったんですが、まあ11年経った今、稼働率も下がっている状況の中で、まあこれで成果が上がっているというふうに、商工観光部は自分のところで評価をしてますが、それはやっぱりちょっと甘いんやねえかなというふうに思いますよ。せっかくそれを作っている意味合いからすると、本来の目的である企業を創業して、そしてそこで雇用を生むような体制づくりに何が欠如しているかということを、ちっと分析した上で、次のステップに踏まないとなかなかいけないというふうに思います。願わくば、岐阜市の創業支援がですね、きちっと実り、日本的企業や世界的企業が岐阜から誕生するようなこと、とりわけ先ほど言いました薬大との連携を含めて言うならば、大きなやっぱり生命科学の拠点という位置づけもあるわけですから、そことの連携も十分考えていけるというふうに思いますし、まあ、インキュベーションの場所の問題も含めて、まあ、ぜひとも、計画の中に入れていただきたいというふうに思います。職員定数の関係でございますが、実態のところ、市民の皆さんというのは、職員の職種形態がこんだけあるというのはなかなかご存じないというふうに思います。で、実際のところ、先ほど言いましたように、もう3分の1程度が嘱託化をされて、そのことを私は否定するつもりではありませんが、しかし、笑い話じゃないんですけど、日本全国で、いわゆる完成ワーキングプアっていうのが誕生する。なぜかというと、あまりにも賃金格差があって、本当働きたくても働けない。
まあ、だったら試験受けは言えねえかと、なかなかその枠がありますから簡単にいかないんですが、しかしやる仕事は同じような仕事が、まあ、たまたま4分の3の勤務だとかあるんですけど、勤務が限られてきて、なんかの本で見たんですけど、要は、その、非正規雇用者が増加をして、ワーキングプアが増加をするイコール、つまり自治体の福祉施策の対象者を増やすことになるんじゃないかという指摘がありましたが、まあ、そこまでオーバーなことはないにしても、いずれにしても、こう今の現況を含めるとですね、あまりにも職員定数に目が行きがちで、実は行政サービスのパイってのはどんどん広がってるんだから、そういうところに頼らざるを得ない。もちろん民間の委託だとか、いろいろやってますが、指定管理だとかやってますけど、それでも市民の行政サービスのパイは広がっている。だから少なくとも雇用性経済はきちっと守って、行政として果たすべき役割、つまり、その、もともと行政がやらなければならないような、教育だとか、福祉だとか、人権だといった、自治体固有の理事に上がらないような政策についてもですね、専門家を育成をして、そういうのをやっていくというのは実は行政の仕事ではないかというふうに思います。ぜひとも新たな行財政改革大綱が来年策定されるようですが、職員定数にばかり目を向けるんではなくてですね、雇用政策を自ら打って出るっていうような感覚でですね、技術士はそれが成果だというふうに、評価をして進まないでいただきたいというふうに思います。それとですね、まあ、もう一つの問題は、非正規公務員なしでは行政サービスは、市民に提供することができない状況にあるという現状を、正規職員の方々が、非正規職員の仕事の内容をしっかりと認識した上で、職務に当たるということが実は重要ではないかと思います。まあ、そういう研修もぜひとも、行政部長、よろしくお願いをしたいというふうに思います。そこで、差別的な感覚、意識がないように、醸成をしていただきたいというふうに思います。それから、まあ、視聴者のあり方であります。これは先の選挙戦でもですね、実は市民の関心があまり盛り上がらなかったというデータが出てます。なぜかというと、よくわからないんですね。で、我々も実はよくわからないままに、なんとなく今のあり方検討委員会の中国を見ると、もう司町、議題の跡地に行くのかな。行くのはいいんやけど、じゃあここどうするんやなって、これは率直な疑問なんですけど、そういうのをすっ飛ばしてしまって、先ほど質問の中で言いましたが、一番の肝心なところは、平成32年までに検査しなきゃならない。それは合併特例差を意識してやってるからですよ。財政的に、例えば、有利かもわかりません。融資の市民の負担が少ないと市長の答弁が間違っているとは言いませんが、しかし相対、例えば検討委員会に出された、資料を見るとですね、200億の費用予算の中で、基金だとか合併特例債とか資債だとか含めて、その中に跡地に建てた場合、43億円の医学部跡地整備基金が入ってるわけですよ、予算の中に。だこれ見ると、もうおのずと委員の皆さんも、まあ、そこに建てるしか仕方ないからっていう発想になるので、検討委員会でそういうような進め方はダメですよって私は言ってるんですね。で、もう視聴者の問題っていうのはね、もう古くて新しい話で、私19年前に実は初当選の時、平成7年ですが、議会で当時の浅野市長に質問させていただきました。まあ、改築にしろ移転にしろ、何らかの資金の試算しなあかんねえかと。で、改築や、新築の具体的な計画あるのかというのをお尋ねをしたら、まあ、当時は、まあ、施設の共愛化は十分認識してと、その当時から。で、ただし、平成6年度に西別館を整備したばっかりだし、その、平成7年には、来場者の駐車場の整備という名目の中で、西側を買ってたという経緯がある。で、今、佐賀、ましてやし、その新庁舎の基金が35億円しか積み立ってないので、それは柳原さん、今すぐは無理ですよと。しかし、当然、庁舎建設、改築が必要であると認識は持ってるというふうにも、その当時から言ってみたわけですよ。だから、そういう意味で言うと、こんなのは新しい近々でできた問題ではなくて、いくらでも市長が就任された段階の中で、市長がお気づきになることはできたと思うんですよ。で、それは就任時の時にどうだったか。私が最初にこう来た時に古くなったなっていうのを思ったのが第一印象ですし、市長も当然岐阜市の市役所のことはよくご存知ですから、そう思ったんだと思うんですが、昨今の市長の言動を聞いてると、もうどうも東日本の大震災を契機に、これはいかんと進めなあかんというふうに思われたんだというふうに思いますよ。だからあえて聞かなかったんですけど、
じゃあだったら柳津との合併の時に紳士計画の時になんでそのことも少しは触れなかったのかっていう話になってくるわけですよ。でまあその結局そういうことに気づかなかった、事務方も含めてですね、我々もそうですが責任があるかもわかりませんが、しかし私どもはなかなか金に積み上がらないし、まあ簡単にそういく話じゃないなという認識のもとでおりました。ただしこんだけ急激にですね出てくる話でもないし、とりわけ平成17年にアスベストの問題が出たときに封じ込みをしてやりますから大丈夫ですよと実はご答弁だったんですよ。これ市長の在任中なんですよね。でもっと言うと、この前去年出されたばっかりの躍動プラン21、これ13年から17年の計画年度ですよ。ここに記載がないんですよ。少なくともどのタイミングでやられたかわからないけど記載できるはずなんですよ。だからそういう意味で言うと、今回の問題はどこからどう思われたのかわからないんですが、強い思い入れがあって、そのことを私は否定するつもりはありませんが、こんなめちゃくちゃなやり方をしていくと、市長の在任はあと4年です。しかし建築が終わるのは32年です。わかりますか言ってること。そうすると、清掃に、変な具合に清掃になってですね、どっかの市町村みたいに建設の是非みたいな話になると、せっかく積み上げたものは崩れるから私は心配してあえて言ってるわけです。ですからもう少し手順を踏んでですね、納得のいくようなやり方をしていかないと、これは議場に見える皆さんもそうですが、市民に対して答えられない。まあ、これも一つの例なんですけど、市民アンケート、皆さん、ん?はい。だから言っとるわけです。市民アンケート、これ3月20日まで2100人に対して取るわけですよ。でこの説問見たときにですね、僕は愕然としましたね。こんな分かっとるような中身、市民に聞いたって、それは市民は馬鹿にするぞと思ってね。まあ、どの程度回収率があるか分かりませんが、しかしそこに、例えばその新築する場合、したいんだけどとかね、そういうことを含めて、あなたどう思いますかっていうことを聞いてもいいと思うし、もっと言うと今調べたら、市民の皆さんというのは、割合と7つの事務所だとか連絡事務所ありますよね。そこへの利用率結構高いんですよ。で、そのデータも実は検討委員会に示さずしておいて、まあ、とにかく庁舎がいるんだと。だから同規模でいるんだと。だけどこれから規模を考える。という答弁でございますが、まあ、それは、やっぱり、こういう中身を知ってくるとですね、市民の皆さんも本当に大丈夫かという懸念があるというふうに思います。そこで質問でございますが、その市民の声の聞き方のやり方、これについて私は再考すべきだというふうに考えますが、もう少し丁寧にやるべきだというふうに思いますが、企画部から今度行政部に行くのかな。よくわかりませんが、どっちにしろ一緒にやるということですから、これはどういうふうにやられるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。で、またこの検討委員会にもし出られるとしたら、検討委員の皆さんも、市民に対して公聴会等を開いて、市民の声をダイレクトに聞くようなやっぱシステムを作らないと、今のように、紙面だけで、私これ、ずっとあり方検討会通ってるんですけど、これね、目通すだけに、とにかく3回なんですけど、1週間で聞かなかったですよ。で、それぐらいの量を、わずか5時間ちょっとですよ。5時間ちょっとで、はい、必要です。建設が必要なのは分かっとるっちゅうの。でそんな結論を出すために、5時間ちょっとでやる。そんな時間があるなら、もっとやっぱこの跡地利用も含めて、やっぱ僕は跡地利用を含めて一体じゃないと、市民のコンセンサスは得れないというふうに思います。ぜひとも、先ほど言われたように別々じゃなくて、一緒にやる。そういう視点でこの作業を進めていきたいと思いますし、先ほど言ったように、あまり合併特例債っていうのをこだわると、そういう、プロセスが飛んでしまって、とにかく結論ありき。もっと言うと、例えば市長の在任中までに作ってもらうかとか なるとですね、もう何も無視ですよ。で、そんなことではダメなので、これは100年に、あるかないかという体系だと思うんですよ。国で言うと、要は国家移転ですから。移転するとなると。だからそういう意味で言うと慎重にやっていきたいってことをね、お話をしておきたいと思います。それから、中心部の公共施設のあり方ですが、これも実は、その念のために言っておきますが、矛盾だらけでありまして、昨年9月に岐阜市公共施設白書っていうのが出されました。で、公共施設の集約効率化を有効にしていかないかということで、そういう意味で言うと、その、
統合を図ろうとする本庁舎、南庁舎、別館等のあり方も当然検討の視野に入れるわけですが、牛脂の前作りのね、視点というのは全くそういう意味で言うと整合性が今の状況で合わないと思ってるんですよ。これまたは精読で驚いた話ですが、皆さんご案内の通り、高島南のですね、再開発整備が今着々と進んでますけど、まあ、聞かれたと思うんですけど、床を2床か3床買うっていう話が、この精読で私も出ました。これどこでどういうふうに決まったのかわかりませんが、まあ、アンケートを取って福祉部と健康部で、あそこに何か公共施設をという再開発組合との話があったっていうことは承知しておりますし、まあ、議論があって、例えばプールを作れたとかいろんな話があったとかっていう話も出てますけど、なんかそういうものが踊ってですね、で、今に至って買うというんですよね。床を。これってのは決定事項なのか僕はようわかりませんが、財政部長に尋ねます。床を買うということにご相談があったんですか？お尋ねをしたいというふうに思います。先ほど企画部長はあえて言われなかったんですけど、牛脂に公共施設適正配置等に関する委員会ってのがあるわけですね。で、その委員会が成果に稼働してれば、例えば中心部で公共用地の確保が難しい、大都市なら、まあ、いざ知らずですよ。本市の場合、今言ったように、庁舎一つ取ってもですね、公共用地が空いてくるわけですよ。で、まだこれ、合併がほぼ決まりかけとる説明書機能のこともあるので、言うならば、例えば説明書でも中心部なんですよ。で、そういうものを含めて、視野に入れないと、それはそれで別だっていうふうな考え方をしていくと、この公共白書は何だったのかと、公共施設白書は何だったのかと、これ今年、去年の9月出されたばっかりじゃないですか。だから言ってること、やってることがバラバラな今の街づくりのあり方っていうのは、もうここらで改めていかないと、おそらくいろんな場面で大きなところで我々もそうですが、市民からお叱りを受けることになるというふうに思いますし、説明がつかない。ぜひとも、市長4年間きちっと、積極的に、姿勢に打って出るというふうに言われましたので、施策で打って出るって言われましたので、そこのところは整理課題、急いでも別におかしくないと思うんですよ。確かに、現実に、例えば物ができるなんていう、ものについては、非常に年月もお金もいることはよくわかります。しかし、全体的なアウトライン、ガイドラインを出すことは、そんなに難しいことじゃないと思いますよ。で、それは市民との約束じゃなくて、牛脂はこう考えてますよという考えを提示するだけですから、それは、修正も効くし、我々も納得するところでありまして、財政状況が変われば、そうはならないわけでありますから。しかし、何もない白紙の状態でこのまま進めていくということは、非常に危険があるというふうに思います。ぜひとも、私の思いをですね、理解いただけるなら、そういう作業の仕方をしていただきたいというふうに思います。それから、検討委員会の審議を、まあ、見守ってほしいということですから、私ども議会もですね、まあ、それを真摯に守ってきた経緯があります。で、今、総務委員会検討委員会の審議内容の報告という形で、所管事務調査をしてますが、やっぱりこうしたような結論ありきのシナリオをずっと続けていくとですね、議会の形骸化ということが、やっぱり一番懸念をされますので、私どもで、その対応型を考えなきゃなりませんけど、まあ、ぜひとも私ども巻き込んだ形でですね、フラットに議論ができる場所の環境づくりというのを努めていきたいというふうに思います。まあ、そのことをお願いをして2回目の質問といたします。企画部長、田中秀樹君。調査に関する、2点の、質問にお答えします。まず1点目、市民の声の聞き方についてでございますが、引き続き、説明会、あるいは意見募集、ほか、丁寧に、進めてまいりたいというふうに考えております。それから2点目の、検討委員会の委員が直接声を聞く機会を
設けたらどうかというご質問だと思いますが、先日の説明会の内容につきましては、次回に委員会の方に報告したいと思っております。また今後につきましても、検討をしてまいりたいというふうに考えております。財政部長、浅井文彦君。公共施設の適正配置に関連し、高島屋南地区市街地再開発事業における公共施設整備に関する再質問にお答えをいたします。現在、官民一体となった再開発事業の進捗を図る方針のもと、国補助金の活用ができることなどを総合的に勘案し、保留証を取得することを中心に、議論を進めているところでございます。23番、柳原悟君。出てくるつもりはなかったんですが、今の財政部長の答弁を聞いてですね、いかにその今の体制がですね、ええかげんかということなんですよ。こんな重要な話をですね、我々議会に対して、高島屋はこういう開催活動の状況の中で買いますよっていう話を皆さん聞かれてるんですか？それはね、やっぱり議会経営者甚だしいですよ。だから僕が心配してるのは悪公共施設の決め方もしないで、こちらは福祉部と健康部だからプールみたいな発想が出てきたりだとか、とんでもない発想が出てくるわけですよ。だからこういうやり方を改めないといつまでたっても、公共施設再発計画の委員会がですね、形骸化をしてしまって、機能しないですよ。皆さんはそれは年次終わって辞められていく方も含めてあるだろうから、責任がないって言われるかもわからんけど、もし財政部長そんなことあるなら、ちゃんと総務委員会で報告してくださいよ。これ聞いてないよ。もう一度答えてください。買うんやね。財政部長、浅井文彦君。先ほど申しましたように、保留証を取得することを中心に議論を進めておりますが、最終的には議会にお諮りして決定をしていくことと考えております。お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会したいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって本日はこれで宴会することに決しました。本日はこれで宴会します。なお、3月17日の本会議は午前10時から開きますので、定刻までにお集まりをお願いします。